今回はアウトドアの定番食器セット EPI の3点食器セットを紹介します。こちらはチタンタイプですが、アルミ製はとても安くて、今ネットで調べると936円でした。これのアルミバージョンと餅月の青いビニールに入ったカトラリーセット、そういう組み合わせが昔からアウトドアの定番だったような記憶があります。今でもこちらのアルミタイプでアウトドアを始めるっていう方多いと思います。そんな定番セットを紹介します。定番だけあって、この3点セットはとても使いやすいです。使いやすいので、こちらは少し前に紹介したベルモントのロッキーカップと同じぐらい一番よく使ってます。一番よく使ってると言ってもアウトドアではなく家の中でよく使ってます。最近このセットをアウトドアに持っていかない理由は、今風なパッキングに向いてないからだと思います。ジェットボイルが発売されてから、クッカーが横広から縦長になりました。こういう形が主流になってきたので、横広のお鍋型はあまり持っていかなくなったんですが、普段使ってるようにこういう食器の方が普通に使いやすいです。それでは開けてみます。蓋はフライパンになっているんですが、こちらはチタン製なので炒め物っていうよりもお皿として使ってます。フライパンは 78g、幅は15センチほどで 400ml みたいです。内側はこういうタイプでガス管は入らないです。それぐらいのサイズです。こういう調味料を入れたり、小さめのヘッドを入れたり、あとこういう折りたたみ系のカトラリーを入れることができます。 11.5 ぐらいです。小さい方のお鍋は結構きっちり入ってます。音がしないぐらい。内側のお鍋も深さがあって使いやすいです。こちらの小さい方のお鍋が 500ml みたいです。重さは 84g。 そして大きい方のお鍋が 13.7cm で、こちらが 650ml、 重さが 91g です。最近もこの3つとも山に持っていくことはほとんどなくて、普段やるのはジェットボイルと2つ持っていくような感じでよく使ってます。メインのお湯を沸かすお鍋とちっちゃい方のお鍋を一緒に持って行ってます。この小さい方のお鍋は重さも軽くて、容量も 500ml、 カップヌードルを作るのにちょうどいいです。普通に持ちやすくて、深さがあって、そして底面が丸いので最後に掃除もしやすいです。今回アウトドア定番食器セット EPI ガスのチタン3点食器セットを紹介しました。やっぱりこの形は何かと使いやすいです。
Thank you.